こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。玉の記念競輪、準決勝を予想したいと思います。えー、まず、10レースの準決勝戦です。えー、ここは、えー、武田凱樹が、えー、SQS 班として出走してまいります。はい。えっ、ー、と、ご覧の通りですけど、えーと かなりの細切れ戦ですねええ。こうなると、展開、展開なんですけど、私は、あの、4番の中井が逃げると思います。中井が逃げて、村上が番手。です。ここは3番手を、誰が取るかなんですけど、私は武田が取ると思ってます。で、もう一つ、あの、柴崎ですね。7番車の柴崎が、どうするか。 早めに叩いていくのか、まくりになるのか。まくりになると、まず一戦もいらないんじゃないかなと思います。中井は近況かなり好調ですし、はい、番手、村上ついてますからね。村上を番手まくり用意するということも考えられますんで、また、竹玉は3番手にいると合わせて踏み出すでしょうから、ちょっとあの、 柴崎としては、中井を叩きに行く他はもう活路がないんじゃないかなと思います。で、そうなりますと、えっと、中井と柴崎でもがけ合いになりますので、その時に穴の目が出てくるんじゃないかなというわけで、普通に中井が先手を取って、柴崎は叩きに行かなければ、 村上、武田の両者、その中井の後ろにいそうな村上、広之と武田、東行の両者。これが本戦で3人の折り返しになります。どっちかというと直線入って武田がかわすんじゃないかなと思います。で、もしですね、柴崎が中井のとこに叩きに行って抵抗した場合、これもがき合いになるんじゃないかなと思います。 そうなると、湿地も、あのー、最近自力見せてますから、名古屋県の決勝の吉田みたいに、番手からあの出ていくんじゃないかなと。多分、柴崎が、あの、方が中井の外にいると思うんで、えー、村上よりは湿地の方が出ていきやすいんじゃないかなというわけで、 一発あるとしたら湿地。それからですね、その後ろあたりに井上がいるんじゃないかなと思います。よって湿地井上の五一一五。えー、湿地からはさらに、あのー、一応武田。えー、これはですね、一応中江はしのぐんだけれども、えー、っと、柴崎が下がってくる。 えー、下がる直前に湿地がまくりに行く。そうなると、村上を番手から出るっていう時に、湿地がまくり切って、さらに武田が村上をかわす目が53であるんじゃないかなと。それから、あの短期で足をためる堀内の58。 さらに、あの、もし、もつれて、湿地が、例えば出ていかなかったり、出ていっても、足が持たなかったりすると、もう、あの、井上のまくり追い込みで突き抜けてしまうんじゃないかなと。えー、ソーダとの1球。えー、足を溜める堀内がソーダをかわして18。えー、これを穴,穴目に狙いたいと思います。11レースの準決勝戦です。 SQS、はい、班、諸橋がいます。えー、2連勝の河村浩二、えー、こもこのレースに出走してまいります。はい、えー、こちらなんですけど、えー、3分線プラス、まあ、短期の野田源という感じで、関東が2社ですね。 え中金と、えー、岡山プラス、まあ、堤の西日本が三社。さてですね、えっ、ー、と、おそらくですね、宿口はまくりだと思うんで、河村か鳥取か、どちらが先手取ってくるのかなんですけど、まあ、どちらもあるんじゃないかなという気はします。 まあ、鳥取としては、あの、校長の河村を後方に置かなければなりません。一方、河村も結構、先行するんですよね。となると、まあ、もがき合いもあるんじゃないかなというわけで、そう、もがき合った場合、まあ、 えー、宿口や野田源が足を溜めてまくってくる。で、宿口後ろには諸橋がいるんで、その諸橋も絡めて、諸橋、宿口、野田源の三者168のボックス。こちらを思い切ってね、やってみたいと思います。ただ、あの、下では、やはり川村です。鳥取が逃げて、もう、あの、 番手のカシオがそれほど良くないです。まあ、包みは多少いいかもしれないんですけど、うん、やっぱりそ、そんなに飛び抜けていいわけではない。一応自力を打てないわけじゃないですけど、あんまり自力で、あの、地元、岡山勢を捨てて発進するというのは想定しにくいんで、 ま、河村があっさりまくってしまった場合、場合、えー、この3人を絡めて3から168の折り返し。こちらの方も、あの、似合ってみたいと思います。まあ、3883は結構安いんですけど、3883や8絡みは結構穴人気してるんですが、 まあ、一発狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。うん、でもよく考えてみたら、あっさり河村が主導権取っちゃって、指をがさして、笠松が続くか、諸橋が突っ込んでくる目の方があるのかもしれないか、という気はしますね。 ひとまず、あの、あげておく目としては、この168ボックスに、その3人に河村を絡めた折り返しでします。最終12レース準決勝戦です。はい、ここは、あの、三谷隆起。えー、奈良記念を優勝した SQS 班。はい、こちらが登場してまいります。 はい。えっ、ー、と、展開なんですけど、えっ、ー、と、ここ徹底選考がいません。まあ、三谷はもちろんのこと、いいのも、山中も、まくりとか、かまし主体ですからね。ただ、一つ言えることは、三谷は、必ずは誘導を切って、前へ出て、いいのやら山中の出方を絶対待つと思います。 そこで、いいのや山中がどこで仕掛けてくるか。ですね。で、仕掛けてきたところを、番手を取りに行こうという考え方はあるんですが、まあ、7記念の準決勝を見たには、番手を取りに行って、あわや四角に、落車誘発して、あや四角になったというのはあるんで、 で、和田も、東も警戒するし、和田は縦、縦で、あの、せるタイプ。東は結構マークがしぶといタイプとち、ことは、えー、タイプは違うんですけど、そんな簡単に番手を取れるのかなっていうのはありますね。で、えー、準決勝ですし、ひょっとしたら見た、 あのー、誰も来ずに三谷が逃がされるか、突っ張って逃げてしまう可能性はあると思います。そこで本戦、ここには本戦って書いてないんですけど、えー、そういう場合、あの乗った地元の岩津や筒井が突け抜ける1級、ひょっとしたらこれ9-1もあるのかなとは思ったんですけど、まあ、準決勝、決勝じゃなく準決勝戦なんで、しかも筒井は追加なんで、 突き抜けまではしないんじゃないかなと思って、あ、河岸の河岸まではしないんじゃないかなと思って、19。もちろん、あの、1221もあるんですけど、オッズがすごい安いです。まあ、元返し程度に、あの、買うことは推奨いたしますが、一応目から外しておきます。で、一方、三谷が、何らかの方法で、 あのう、うまく、いいのの、いいのや、山中を番手や、3番手、まあ中段まで OK ですね、に潜り込めた場合は、威圧、岩津そんなに調子がいいわけじゃないですからね。あんまり威圧との2、1というのは、妙味みがないです。 むしろ、自力両立の方が、いいんじゃないかなと。い、e、いの山中、それからあの短期の坂本ですね。さらに、あの、校長に思える和田も必要ですね。その2番から5、5437。え、三谷なら、あの、岩津より、この、 4者を上げてみたいと思います。まあ、多少2級もあるのかなぁとは思うんですけどね。離れながら4個ないったりする場合。三谷も、まあ、結構、すんなに逃げちゃえば、直線半ばまでは粘れると思うんですよ。なので、まあ、個人的には三谷が先行あの、 選択する可能性はかなり高いと思います。なので、1点買うなら私は1級にしたいなと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。はい。えー、っと、今チャンネル登録募集しております。えー、ぜひ、えー、チャンネル登録ご協力よろしくお願いいたします。えー、説明欄の方に えー、ブログ、ツイッター、アドレス記載しておりますので、お時間ありましたらご覧ください。また、最後を20秒で流します関連動画、動画プレイリストの方え、こちらもよろしければ見に行ってください。玉の記念、準決勝、予想をお送りいたしました。ゲーム動画で以降でした。